新生金プリ長瀬角と高橋山の関係性。富士長年音楽番組に出演へ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。連回が長寿音楽番組に出演へ。不要になった。 キングピンス、キンプリの長瀬二24、高橋海人24が10日放送のフジテレビ系ミュージックフェア土曜午後6時に出演することがフジ関係者への取材で分かった。同番組は1964年に放送が始まった民放屈指の長寿音楽番組で、現在の司会は女優の仲間由紀へとフジのカ軽部正和アナウンサーが務めている。 番組ツイッターでは出演アーティストの後ろ姿の写真を添付し告知するのが慣例。1日には男性2人の後ろ姿の写真を添付し、こちらのゲストはどなたでしょう疑問符と投稿し、近日放送予定です。お楽しみに。と告知した。これが長瀬と橋でネットユーザーもすぐにその正体に気づいた。 後ろ姿なのにもう可愛さがだだ漏れているこの可愛い子たちはキング・ピスの連会ですね。と、二人の頭文字を合わせた愛称、連会、トリプライして出演予定を喜んだ。放送日は、近日、予定だが、富士関係者は、収録済みで10日で決まっています。と明かした。キンプリは平野仕様、26、ラ3人が5月22日にグループを脱退。 長瀬と高橋の党に変わった。長瀬は、そのルックスが、全角度国宝級、と女性ファッション誌で称される。片や高橋は、金プリが岩橋玄樹26を含む6人体制だった頃からグループ最年少で、弟キャラとして可愛がられていた。 高橋さんは遠慮がちなところもあるけど学年が一つ上の長瀬さんには親近感が湧くようで割とものをズバズバ言っています。長瀬さんもそれを嬉しく思っている。平野さんらが抜けてプロになったからこそより結束して活動していこうと決めています。音楽関係者。プロになって初出演する音楽番組は5日放送の TBSK、CDDV ライブ。 ライブと発表済み。10日放送のミュージックフェアはドになって2本目に出演する音楽番組になる。シングル何者の,の21日リリースを控えており、3人が脱退しても精力的に活動している。東スポウェブ。